ショエイト麦酒です。はい。どこやねんここ。どこやねんマジで。ちょっとね、歩きながら中城モールに向かってるんですけど、暑いので、うん、ちょっとね、脱水症状になっちゃうと良くないから、うん、熱中症になると良くないから、水分補給しながら行きたいと思います。じゃあまあいきなりですが、乾杯。乾杯。あー危なかった、熱中症になるとこやった。生き返った。パヤ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 。歩きますか。うん、歩いていきます。みんなどこ歩いてんねんって感じでしょ。電子発電所と。電子発電、火力発電所なの。、こういうちょっと道なき道みたいな、一応道あるけどこんなところをね、水分補給しながら歩いてる、ただそういう動画です。ってことで、違うで、メインはビーチ。あ、メインはビーチなん。こんな動画誰も興味ない。まああと15分ぐらいかな、かなで着くと思うので、皆さん楽しみにしといてください。みんな長城モールで絶対ビーチパーティーすべきよ。こんな安くて海もちゃんと綺麗で、こんなとこないよ。ないよ。何気に道よね、ここも。これあれらしい、サイクルロードみたいな。1回も人とすれ違ってないけど、初めてすれ違いそうな人が来たけど、子連れやからとりあえずビールはかきそうな。そうだ。ヤッホーみんな。ちょ、みんな見て、髪の毛パーマ当てたんですよ。わかる。いや、ほんまもっと綺麗やったんやけど。綺麗って言って。ふむふむ、乾杯。うまい、まずい。久々にこの波打ち際で飲み始めるからさ、めちゃくちゃ気持ちいい。気持ちいいな、うん、暑いけど潮風もあり。そういうことで、今飲んでくよ。13時です。時計止まってたわ。ということでちょっと飯食っていくかな。せーの、どどん。今回初ですね。エントリーナンバー1番、北海道産じゃがいものバターペッパー焼き。ナンバー2、この間も食べたうずら卵の丸ごとメンチカツ。3、新発売のニンニクの香味チャーハン。4はスマイルチキン安定ので、ドラム唐揚げ初めて、サクマチキンです。あとは缶詰もありますが、おいおいやってきます。よいしょ。何食べよう。またうずらにしようかな。うん、うずら2回目やからな、秀逸な食レポが来るで。これお肉の味がする。終わり。絶望。美味しい。卵の感想はないんや。卵好きやのに。なんかご飯のおかずっていうよりおつまみって感じ。やろうな。です。さあ、前回これを開けるのに苦戦して、ハサミ持ってきましょうって言ったけど、持ってこなかったものの末路。意地でも開けてやる。いや、でもこうやってやったら開くよって言われた。コメントでな。うん、開かない。なんでだろう。やり方間違ってるんかな。ちょ、やって。俺自分ので必死やから。バイバーイ。ちょ、めっちゃいい方法思いついた。開いたの。分かった、私これ。これはこうやって破るんですよ。ふえー。やったったわ。これうまいやろ。それ初やな、ドラム唐揚げ。初？うん、初。この間なかった。あ、そうか、この間スマイルと、サクマチと、うん。めっちゃまた、うまい。通常の唐揚げとケンタッキーの間ぐらい。あ、いいやん、めっちゃ美味しいやん、それ。うまっ。めちゃくちゃ食ってるやん。全然俺の集中して取る気ない。もうむしゃ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 。お腹すいたの。うん、
ただきます。うん、うん、最大のメリットはこれより2人で結構酒も買ってこんだけで3000いかんやろ。うん、素晴らしいコスパ。そんなことある？内地でしようと思ったら海行ってもこんな切れちゃうし、行くの大変やしな。メンバーから以上。うん、チャーハン食べちゃいます。ニンニクチャーハンやからね。我々のための商品の新発売やったから。前の動画見たんちゃう？モールの人がいや、もうニンニク好きな人たち来てくれたから、クラマーって村民だったし、開発して。食べます、いただきます。おいしい。ニンニク感じる。辛そうやろ。私が好きなタイプのチャーハン、なんか変な具材が入ってないからいい。野菜がないからいい。卵と米とみたいな、シンプルが一番ですよ。旦那、行っちゃってください。ニンニクチャーハンね。まあまあ、我々のためにわざわざ開発してくれたから。優しい。うん、普通にうまい。が、ニンニクチャーハンっていうにはニンニク足らんな。厳しい。うん、もっと、うん、10倍ぐらい入れないわ、これ。全然あかん。美味しいけど、ニンニクチャーハンを語るならニンニク10倍ぐらい入れないと。まるまる入っててもいいかもね。美味しいと思う。うん、あ、そう。身がゴロゴロって入ってていいよな。うん。これはでも多分ランチの人とかでも食べれるようにっていう感じだから、これと別でもっとニンニク好きのためのとかあったらすごいウケると思う。フォローしてある。めっちゃフォローしてる。フォロー担当なのいつも。そんなことない。俺がフォローしてる。あれってやりながらビール飲めんのかな。無理やろ。あれでビール飲めたらめっちゃ気持ちいいと思う。うん、やっぱ脂っこいラインナップなんで、漬物ね。やっぱまあ我々東京で出会ったから、東京べったら漬けをチョイスしました。安かったからやで。まさかの裏切りが入りました。うん、今こういうのが下うまいからね。うん、いい音する。聞こえるかな。やる近くで。うざい。この音がうるさい。うざいぞ。波の音も相まって全く聞こえへん。うん、おいしい。こういうの挟みながらね、食べていきました。うまい。みんな、もう2巻開けてくる途中に、今3巻開けたから、6巻目、乾杯。ちょっとうるさいな、今日。久々やからな、海の海。ちょっと早いかも。ゆっくりするね。うん。まったりまったり。ララララララ。こんにちは。あ。チャイトムギジャケでしょ。最近気づいたんです、私。なんか伸びてるカップルとか夫婦チャンネルって、うん、女の子の声が結構特徴的だなと思って。あ、なるほど。なので、そのテイストで一回やっていきたいと思います。こんにちは。ちょいと麦だけでしょ。今日はビーチに…カットえ、炎上します。炎上します。こんななんかバブバブ言葉使いやがってって、もうアンチコメントめちゃくちゃ来ました。アンチコメント来たら、うん、よちよち大丈夫だよ。カット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 。もうこのままでいけます。諦めます。私ユーもこれを機にこのまま行くことを決意。あむ。あ、皆さん久しぶりです。ちょ、やめて。さっき翔太くん見本見し、見本見し。みんな久しぶり。元気してた？キャパ。ちょっと有名人なんで、ね、サングラスしとかないと。ちょっと声かけやばいんで、ちょっとやらせてもらってます。すいません。勘違いおばさん。
何食べていくかっていうと、うん、たやースマイルチキン食べていきます。開けれるか。ガうまいわ。今日ショート君がのスーパーで、私がこれ加工肉じゃないですか、ベーコン。あーベーコンね、うん、で加工肉あんま食べないようになっちゃったんで、久しぶりすぎて嬉しくて、うん、加工肉ってダンスしてたら、モカなのがいいねって褒めてくれました。皆さんどうですか。家とかじゃないですよ、スーパーで普通にこの踊りしてましたからね。でも誰もおらんかった。そしたら誰もがおるところでやったらもういよいよ終わりやろ。ナンバー1。めちゃくちゃ気持ちいいから。いや、そうはならない。危ない。あの人の思想が危ないよね、完全に。なんか満足げな顔してるわ。何一応こんなグダグダな感じですけど、まあ一つぐらいテーマをね持った方がいいかなというところで、今日は長グスクソについて。あ、じゃあまず率直にどうですか、長グスクソ。すごく素敵な場所。個人的には那覇も大好きだったんだけど、那覇よりも好き。あ、そうなの。どういうところが。のどか遠いの苦手やから、ちょっといい環境的に。まあ、俺らの住んでるところへんは余計な高度が上がるとちょっと発展してるやん。でも長城村は1980年代からずっと人口ちょっとずつ増加してるのよ。なぜでしょう。開拓されるから。長城村のエリアが広がったから、輸出をしたから、ビール無料券配布した。そう、俺らしか増えへん。一番の理由は1984年に琉球大学がもともと那覇の方にあってんて、でも西原町、まあ、長城の近くに来て、それに伴って学生がこう周りに住むっていうのも相まって人口増加したっていうのが一番大きい理由だし、学生が増えるだけじゃなくて、普通に我々みたいに移住者であったりとか、まあ、県内の方とかも長城いいねみたいな場所に、ね、なっていくといいよね。逆にもっとこういうのがあったら長城いいのになと思うとこある。このままがいい。あんまりショッピングモールとか建てないでほしい。だってそのままでいいです。長城観光大使として受賞盛り上げていかない。長城観光大使に任命してください。亀のモノマネしてるの？かわいい、かわいい。それ亀のモノマネ？かわいい、ショウト君。かわいいキャラで売ってるからね。かわいい。ショウト君が行く。木桜、悪魔のビール。悪魔が悪魔のビールを飲みます。どう、息ずる？いただきます。初めてあれやって、ついつい飲みすぎてしまうぐらいの悪魔のビールらしい。あ、なんか色がちゃう気がする。黒ない？ちょっと淡い。いいんちゃう。漆黒のビールやって、みんな勝手になはれ。行くで。いやいや、淡すぎる。あ、黒ビールや、美味しい。え、みんな買いや、これ。いや、どう美味しいか表現してくれな、みんな買えん。うん、コク深い。ハッシュドビーフを食べているかのような味わい深さ。燻製のソーセージを食べているかのような気持ち。10年もののワインを飲んでいるかのような奥深い味わい。削りたての泡を食べているかのような味わい。なんて、なんて削りたての泡。もういいもん、ぬか漬け食べるもん。あ、違いますね、あの浅漬けです。ヨージョ君は、はい、じゃあ不思議種のモノマネ。ジャニ不思議種。あ、そうないわ。ダネダネは合ってるな。カピ。
ズンズジャ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 ンズライザップ野生のカビゴン。似てるでしょ、男。白目になってるね。眠たそう。だってもうこんなさ、お酒いっぱい飲んでご飯いっぱい食べて、風が気持ちよくて、それは寝るやろ。バイバイ。3分やで。お疲れ様、ありがとう。もう食べ時やで。明星そば。翔太くんは？うま辛味噌。いただいちゃうよ。ありがとう翔太くん。いただこうぜ。やっていこう。自分食べます。美味しそう。いただきます。しゃあやってくよ。じゃおい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 熱い熱い。いやいやもうちょっと。やってこ、みんなやってこ。感想は？うまい。あ、うまい。じゃあ大事だそれ。食べたかったやろ。うまっ。おいしいよね。翔太くんデカ盛りばっかり買うから。クイジおばさんがいるから。違うで。うん、こっちの方がうまい。え、うまっ。答えする？私どっちでもいいよ。あ、どっちだ。カップ麺、テリーレおばさんがいる。いいね、海辺のラーメン、いいね。結構辛い。しまった。この動画がいいなと思えたら、チャンネル、コメントと高評価お願いします。バイバイ。はい、第2回中ぐすくもりのみいかがでしたでしょうか。10月といえども日差しがすごくて2人ともめちゃくちゃ飛躍しました。次は視聴者さんに教えていただいた中ぐすくモールの前にある食楽屋中条さんか、中にあるカフェマーメイドさんで食べ飲みしたいなと思ってます。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。それではバイバイ。